数式クイズ。硬い頭をほぐす数式の面白い問題が全部で2問です。では始めましょう。第1問。4つの7と1つの1を使って答えが100になる数式を作ってください。ただし使える演算記号はプラス、マイナス、かける、割るとカッコのみとします。解説します。上のようにすると式が成り立ちます。別解として右上のようにしても式が成り立ちます。第2問。次の式において1つだけ数字を動かして正しい式にしてください。解説をします。上のようにすると10の2乗は100なので式が成り立ちます。